カナダで猫レスキューのボランティアに従事するミレナさん。獣医クリニックでの用事を済ませ、次の目的地へと向かおうとしていた道中のことでした。ミレナさんはその日、あまり時間がなかったことから、近道をしようと、いつもは通らない路地に入りました。すると、茂みからかすかな物音が聞こえてきたのです。思わず立ち止まったミレナさん。茂みを覗いてみると、そこには一匹の猫の姿がありました。ミレナさんが見つけたその猫は、グレーの毛並みで、体つきからして、おそらく生後7ヶ月ほどの子猫だと判断できました。逃げる様子はなく、ミレナさんを不思議そうに見つめる猫。人間が怖くないのかな?そう感じたミレナさんは、小さな声で猫に声をかけてみました。すると、その猫はすぐにミレナさんの方へ駆け寄ってきたのです。そうして近くで猫の体を観察してみると、猫のお腹は大きく、すでに妊娠していることに気がつきました。しかし、体つきは痩せており、このままでは心配です。その時ミレナさんは、猫の缶詰がカバンの中に入っていたことを思い出しました。猫の目の前に差し出すと、警戒することなくご飯に飛びつき、ガツガツと食べ始めます。猫は缶詰のご飯を食べながら、にゃーにゃーと声を上げて泣きました。きっと嬉しくて泣いているのだろう。そう思ったミレナさんでしたが、泣いていた理由がそれだけではなかったことにすぐに気がつくことになります。なんと猫の鳴き声に呼ばれるように、もう一匹の猫が茂みの陰から顔を出してきたのです。姿を現した猫は、黒と白の毛並みをしたグレーの猫と同じくらいの大きさをしていました。きっと、この人は安全だよ、一緒にご飯を食べよう、と先に出てきた子猫が声をかけていたのでしょう。二人は寄り添って、ご飯を分け合うようにして食べ始めました。ミレナさんは驚いたのと同時に、この2匹が置かれている状況に対する不安が湧いてきました。そしてその時偶然にも、2匹ほどの猫がすっぽりと入るサイズのキャリーを持っていたのです。ミレナさんはちょうど良いタイミングで、たまたまこの路地を通り、2匹に出会ったことに、運命的なものを感じざるを得ませんでした。ご飯を食べ終わった2匹を持っていたキャリーに乗せ、そのまま猫レスキューのもとへ連れて帰ることに決めました。無事に保護された2匹。レスキュースタッフが詳しく調べたところ、2匹が姉妹であることが分かりました。グレーの猫はフレア、白黒の猫はケイシャと名付けられ、室内猫としての生活がスタートしました。間もなくフレアは4匹の赤ちゃんを出産しました。スタッフは最善を尽くしたものの、悲しいことに1匹も生き残ることができませんでした。スタッフも出産後のフレアの様子を非常に心配していましたが、そんな時にフレアの一番の支えとなったのはケイシャでした。ケイシャはフレアを安心させようといつもそばに寄り添うのです。そんな2匹の様子にスタッフたちは2匹の間にある強い絆を感じました。その後2匹は不妊手術を受けました。手術後、首にコーンが取り付けられたフレアとケイシャ。2匹はそのまま窓際へと向かい、日が落ちる様子を寄り添いながら眺めていたのです。コーンがぶつかり合いながらも、ケイシャに寄りかかろうとするフレア。2匹にしかわからない大切なコミュニケーションがそこにあったに違いありません。保護から3ヶ月が経ち、2匹は1歳ほどに成長しました。活動的でいたずらっ子のケイシャと、優しくて穏やかなフレア。
成長して2匹の個性が目立つようになるとともに、スタッフたちは2匹の相性の良さをますます実感させられます。支え合いながら困難を乗り越え、立派に成長した2匹の姉妹猫、施設で元気に生活しながら新しい飼い主が見つかる日を心待ちにしています。ご視聴いただきありがとうございました。評価とコメントをお待ちしています。